炭素惑星の想像図。炭化水素のため赤みを帯びた黒色の表面をしていると予測されている。様々な素性の惑星について大きさを推定したもの。上段が地球質量に等しい惑星。下段が地球質量の5倍の惑星を表す。左から2行目が岩石惑星。3行目が炭素惑星で質量が同じであれば、両者の直径はほぼ等しい。 炭素惑星とは、アメリカの天体物理学者、マーク・クシュナーが提唱した惑星の類型。炭素や、その化合物を主な成分とする個体の天体である。英語では、ディアマンプラネットや、カーバイドプラネットとも呼ばれる。2011年の時点では、実際に確認された例はなく、理論上の存在である。炭素惑星は、炭素が豊富で、なおかつ酸素が欠乏した。 原子惑星系円盤で形成される。太陽系では炭素、酸素の比率は0.5程度だが、これが1を超すと岩石惑星の代わりに炭素惑星が形成される可能性がある。炭素惑星の中心には岩石惑星と同様の金属質のコアがあると推測されている。その周囲は炭化系素と炭化チタンのマントルで覆われている。近くはグラファイトでできており、 十分な高圧環境が存在すれば厚さ数キロメートルのダイヤモンドの層が存在する可能性もある。地表には炭化水素や一酸化炭素が存在すると考えられている。2018年の時点で炭素惑星と確認された系外惑星は存在しない。炭素惑星の平均密度は岩石惑星に近いため直径は 同じ質量の岩石惑星と大きな差がないと予測されている。このため現在の技術で両者を見分けるのは難しい。2011年、太陽に似た複数の構成について炭素、酸素の比率が調査された。対象となった941個の構成のうち大部分は炭素、酸素の比率が1より小さく岩石惑星ができやすい環境にあったが、 46個は1を上回っていた。これらは炭素惑星を持つ恒星の候補と考えられている。パルサー PSRB1257 プラス12は炭素に富んだ恒星が超新星爆発を起こした残骸と考えられている。パルサーの周囲には地球質量程度の惑星が複数発見されているが、これらは炭素惑星かもしれない。また、銀河系の中心は 炭素の存在比が大きく、炭素惑星が形成されやすい環境にある。通常の惑星としては、カニザ55番星 E が炭素惑星の候補の一つである。主星であるカニザ55番星 A が炭素に富む恒星であり、また、カニザ55番星 E が地球より大きなスーパーアースであり、表面温度もに摂氏零零度前後になる高温の惑星であることから、 表面は黒鉛、内部はダイヤモンドで構成されていると考えられている。ありがとうございます。